もっと聞いてね MBS。 さあ今週のゲストはチカラコブ風水屋リアルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。初めてのね、この複数組のゲストでございますけど、皆さんいかがでしたか。まあ、風水屋から聞きますか。はい、いやまあでもちょっと俺が喋るからあんま下がれよ。いやそのやっぱり、ね、楽しい。今俺が言われたから今俺ここに置く。下がれ、俺が喋るから。俺が喋る。何や、俺が喋る。何やろ、何やろ。あー、ハッケ用意。余った。余った具材で。チャーハン、チャーハン。ありがとうございます。たくさん肉だ。チャーハンです。はい、どんが強いぞ。感想どうですか。余ったことでチャーハン、チャーハン以上です。以上です、はい、いや言わせていただくとなれば、うん、カートちゃん、ペーこれはシンプル、これだけ、これはカトちゃんペナリネとかじゃないです。これ彼だけですね。関係ない、どこ見てんの怖いね、お前。まっすぐ、あの、見つめてます。告知でも一つ、はい、はい、10月13日土曜日、風水屋の単独イベント、優しいレジェンドと厳しいパクチーというのがございます。はい、ぜひ来てください。来てください。お願いします。じゃあ続いてリアルいきましょうか、はい、いかがでしたか。初めて出ていただきましたけれども、楽しかったですね、僕は僕は、うん、みんなはどうか分からんけど、正直西垣は、まあ、普段の舞台と違ってお客さんが前にいないんで、うん、あんまもしかしたら緊張しなかったかもしれない、うん、おー、逆に、はい、逆にな、めちゃめちゃ初々しいでしょ、うん、絶対童貞やんっていう顔しますね。いや、バンバン言ってんのやろ、どうせ。ショックやな、全然童貞でやってます。そんな言葉ないから、ね、童貞だけでも覚えて帰ってください。そんな言葉ないよ。ロコエもね、ダムチャンネルに出てるバンドのベーシストも出てましたから、名言がね、全然わかんないですけど、ね、僕自身はピンときてます。正直なんで、正直なんで、正直なんで、もうわからん、まあ、その、リアルが出るライブに、はい、チカラコブの主催のやつがあるんでね、はい、チカラコブの腕比べ5というのが10月27日にありますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。まあ、若手でいろいろね、もう漫才劇場を盛り上げている面白いメンバーでございますから、はい、ぜひ劇場の方にもまた遊びに来てください。お願いします。ということでございまして、来週も聞いてね。さよなら。チャーハン、チャーハン、チャーハン。